崩壊スターレール、前回の追加からプレイしていきましょう。お、来たね。ナノちゃん、こんなとこいたの。次の駅に行くけど、どう？ワクワクしない？あんたにとっては初めての旅だから、うちの2倍はワクワクしてるんじゃない？3倍だよ。準備 OK、準備 OK だよ。気合入ってるじゃん。うちも初めて跳躍するときはドキドキしてたよ。今はすっかりベテランだけどね。そんなに経験積んでんだな。すぐになれるし、気がついた時にはうちみたいになってるから。まずは不安の根源をつかむの。うん、つかめた。本当につかめたの？余裕。次は意識を集中させて、すべての不安をつかんだ一点に集めるの。うん、集めた。才能あるじゃん。そこまでやるのって結構難しいのに。念能力の修行みたい。最後は思いっきり不安を引っ張り出して投げ捨てる。ナノの方に向かって。マジ？うちは一度も成功したことないのに。それを進めたのかよ。気分はどう？少しは楽になった？余裕っち。よし、マム。遅いぞ。これでやっと揃ったな。揃ってる？え、そうだよね、タンコいないよね。どうせあいつは来ないじゃろ。放っておけ。あ、そうじゃった。ほれ。何？車掌からのちょっとしたボーナスじゃ。お前への投資だと思って受け取っておけ。ああ、なるほどね。お前はキャサリンなのか。よし、ありがとね。ありがとね。いっぺんに渡してね。何回もやんの疲れるでしょ、それ。いっぺんに渡してね。ありがとね、終わったね。よし、早くどっかに座れ。くれぐれも美月ちゃんみたいに車内を走り回るんじゃないぞ。ベテランでもこれからそれなんだな。跳躍前の最後の準備を始める。ほう、何すんの？旅は続く。完了。フレンド、フレンド、フレンドか。友達はいないな。私に友達はいない。スマホ、違う、こっちか。フレンド画面を開く。おすすめ、おすすめってなんだよ。フレンドのおすすめと言われても。よし、跳躍を待つ。どこで？あ、もっと姫子さんの隣がいいな、俺は。次の駅に向かう準備はいいだろうか。次の駅はどこだろう。宇宙銀河列車アイオン。SF 映画の世界にでも召喚されたの？私の体の中に性格とかいうわけのわからないものが。腰を捕まえてるの？顔面近い局面多くない？ま、星じゃなくてライトだったんだけどね。氷の中から目覚めた時、おぼろげに星の光が見えたんだ。だから思わず手を伸ばしたんだけど、それはライトの光でね。その時それを列車のみんなに見られたんだよ。超気まずかったな。氷の中から目覚めた時どういうこと？あ、まだ行ってなかったよね。聞いてなかったね。列車に引き上げられる前、うちはずっと大きい氷に封じられてて、宇宙を漂流してたんだよ。大丈夫なのそれ？姫子と幼児ちゃんと、あともう一人の誰かが氷を溶かしてうちを助け出してくれたんだ。氷に封じられる前は何があったの？いや、全然。なんか訳ありが多いな。本当の名前もどこから来たのかも全部きれいさっぱり忘れちゃった。美月なのかって名前もうちが目を覚ました日にちなんでつけただけ。あ、やっぱ日付っぽいなって思ったけど、そういうことなのか。列車に乗って一緒に旅をしてるんだ。いつか
自分の過去が見つかると信じて。ありゃりゃ、なんか重い話になっちゃったね。そんな顔しないでよ。請求列車に乗るなんて経験めったにできないんだから。あ、車掌さんだ。すでに列車は宇宙ステーションの安全範囲から出ておる。10分後には跳躍を開始する予定じゃ。二人はちゃんと座っとくように。揺れには気をつけるんじゃぞ。うん、毎回わざわざ言いに来なくていいんじゃないかな。パム、もう長いこと乗ってるんだから。乗客の美月なのかが毎回自分の限界に挑戦して転ぶからの。これを七転び八起きという。なんちゃって。車掌さん、ジュースもらっていい？ありがとう。もうすでに立ってるけど。あと5分じゃぞ。何か飲みたかったら終わってからにするんじゃ。あ、気にしないで。ちゃんと立ってられるか試してるだけだから。めっちゃ迷惑じゃない？怪我しないようにね。うち丈夫だから。それに氷が守ってくれるしね。危険な目に遭うと無意識に氷が出てきて体を支えるの。スタンドみてえだ。氷にぶつかるのは地面よりも痛いんだけどね。それはどうなんだ。まあ、うちのことはいいからさ。あんたは早くどこかに座ってちゃんと捕まってて。姫子さん、なんで遠く行くの？一緒に座りません？私たちの次の目的地はとても小さな惑星よ。高度はヤリーロ6。最後に列車がその星に行ったのは何千年も前のことね。アーカイブの記録によると、緑に覆われた美しい星みたい。絶対荒廃してるわ。長い年月が過ぎ、もしかしたら何か大きな変化が起きてるかもしれないわ。どう思います？跳躍を初めて経験する場合、奇妙な感覚に陥るだろう。だが、時期になれるはずだ。跳躍の原理は…やめておこう。もし興味があれば時間を見つけて詳しく説明しよう。ベルトさん、めっちゃいい声してんな。目も閉じておいた方がいい。そうするとめまいが軽減される。いやでも一回は見ときたいよな、こんなんな。車掌さんに話しかけられん。座席に座り、跳躍が終わるのを待つ。ハイパースペースみたいな感じなのか。何千年も過ぎ、今のヤリーロ6はこんな姿になってしまったのね。え、あの真っ白な星が今回のうちらの目的地なの？よし、やっぱり荒廃してる。そうよ。今回の開拓の旅はそう簡単にはいかないようね。空間パラメータ異常、正規の安定率が 12% まで下がっておる。プラン変更じゃ。この駅での停車期間を7日から無期限に延期するぞ。無期限？無期限じゃ。異常が解消するまでな。通常の地面を走る列車で例えたら、まるで線路が突然途絶えて、その先に底知れぬ深淵がある感じね。最悪じゃん。そういう時はどうしようもねえよ。緊急停止するしかないでしょ。そうね。強引に進めば取り返しのつかない結果になる。今回もこうなるなんて言わなくてもわかるけど、今の世紀の異常も。暫定検測の結果はもう出ている。異常の根源はやはり性格だ。性格ね。
君の体内にある性格と同じ物質だ。性格って何なの？性格に関する謎は多く、ヘルタでさえ完全には解明できてない。ふわっとでいいんだけど。でもあんたが心配する必要はないわ。正確に進路を塞がれたのは今回が初めてじゃないから。性格の本質の原理がわからなくても、その影響を消す方法はある。それ危なくない？ただ一つ確信できるのは、性格の降臨は文明や生態系に劇的な変化をもたらすとともに、劣界と呼ばれる空間的な歪みを生む。ヤリイロ6がこのような氷に覆われた星になったのも、おおよそ性格の影響だろう。私たちの推測では、性格はあるアイオンが各世界にばらまいた災禍の種、災いの根源を絶たないと開拓なんて話にならないわ。私たちは正義の使者、宇宙のヒーローだ。ドン引きされてない？うちらの本質に気づいた？結構かっこいいでしょ。あ、乗ってきた。今回の開拓の旅は、あんた、それから美月ちゃんと炭鉱に任せたいと思っているの。旅の目的ははっきりしてるわ。この世界に災いと空間の歪みをもたらした性格を見つけ、列車に持って帰ってきて。その後のことは私たちに任せてちょうだい。いいよ、また力を合わせる時が来たね。うん、姫子さん行かないの？誰かが留守番してないとパムが寂しがるでしょ。なら仕方ない。私たちはさっきナルークに目をつけられたばかりだし、半物質レギオンに狙われたら困るわ。今回も俺たちの出番はなしか。あんたが行きたがっているのは知ってるけど、これでいいのなら炭鉱を見つけて話し合ってきたら。彼、多分すでにヤリイロ6に関する生態と観測データを整理し始めてるでしょ。旅に出る前により多くの情報を得るのは決して悪いことじゃないわ。激闘の大冒険。激闘か。俺寒いの苦手なんだよな。お前虹出てんぞ。どうした？新たな駅に着く旅、心躍る大冒険が始まるの。いや、それはいいけどさ、なんで虹出てんの？冒険に参加したことは？ですよね。まだこの列車から離れられないのじゃ。まだってどういうこと？急に落ち込んでしまった。まだってなんだろう。もう行くね。壊滅が宇宙の性格をばらまいて、多くの世界が様変わりしてしまった。壊滅のナヌーク、豊穣の薬師、終焉のテルミヌス。俺は多くのものを見てきたと自負しているが、アイオンの行為は本当に理解しがたい。ゆめこさん行ってきます。あんたたちの活躍のおかげで、宇宙ステーションは危機を脱した。今列車を再び前進させる任務もあんたたちに任せるわ。任せてくださいな。忘れないで。探索、理解、構築、連携、この4つはどの世界でも行うことよ。どの世界でも。それから美月ちゃんや炭鉱と仲良くしなさいね。もちろん。よし、炭鉱行こうぜ。どうだ、跳躍には慣れそうか？結構余裕だったよ。めまいやえずきは正常な反応だ。すぐに慣れるだろう。船酔いみたいな感じかな。なんとか大丈夫そう。それは列車と相性が合うということだ。いい兆候だな。列車の資料庫に目を通したが、ヤリイロ6の環境は過去の数世紀で大きく変化したようだ。もともとは氷に覆われた惑星ではなかったようだが。メルトが性格の影響だと言っていた。メルトさんはそう考えているのか。ああ、世紀が遭遇した空間阻害を考えるとその可能性は高い。
暫定的な測定を行ったところ、星の表面のとある場所だけが相対的に正常な温度に近かった。だが正常とは言っても人間が何とか生きていける程度の温度だ。もし俺が事前に開拓の旅の調査地点を選ぶとしたら、間違いなくあの比較的温暖な場所を選ぶ。姫子はあんたと私、それからナノの3人で行ってほしいみたい。あんたって言うなよ。だろうな。お前が加わる前、姫子さんは美月がどこかに行くときは必ずベルトさんと俺を同行させていた。お前が加わった今、その役目から解放されるのは俺じゃない。したがって今回の開拓の旅の目的はヤリーロ6にある性格を見つけ出し、正規に対する妨げを取り除く。そうだな。理解が早いな。お前は先に美月を探しに行け。準備ができたらお前たちと合流する。はいよ。美月なのかと会話して新たな旅を始める。どう？行こっか。炭鉱と話してきた。うん、やる気満々だったよ。なんか信じられないな。緊張しないで。うちと炭鉱は開拓のベテランなんだよ。うちらと一緒にいれば必ずお肉が食べられる。あの星で肉を見つけられることが前提だけどね。じゃあ出発の準備はいい？いいよ。この星を見るとつい思っちゃうんだ。この世界を満たす氷はうちと関係があるのかなって。まあ考え始めるとキリがないんだけど。でもうちを封じていたのは六層氷と呼ばれる珍しい物質で、普通の惑星にあるわけないよね。六層氷？まあ自分の目で確かめればわかる。一緒に行こう。正直ここが故郷じゃないことを祈ってるの。だって見るからに寒そうだもん。美少女は対等性が高いわけじゃないんだよ。でも効率的で生きてんだから対等性高いんじゃないの？どうした？俺の顔に何かついてるのか？イケメン。ううん、今回どんな面白いことに3人で遭遇するのか想像してたの。主人公めっちゃ眠そうだよな。この世界には災いが多く存在する。正確に遭遇して今はお前に心配されるとは。行こう。ヤリーロ6開拓招待、これより出発。もうちょっと着込んでこいよお前ら。着いたか、ヤリーロ6。ナノちゃん肩冷えちゃうよ。もうちょっと着な。全部雪だね。ナノちゃんだけじゃねえよ、俺もだよ。でも寒くはない。嘘だろ。わずかだが俺たちには開拓の力がある。だから過酷な環境にも適応できるんだ。でもお前一番厚着してんじゃん。どこを見ても白一色なんだけど、どっちに向かえばいいの？座標によると目的地はすぐそこだ。よし、じゃあこんなところで立ち止まってないで早く行こう。目的地に着陸すればよかった。そうだね。大気圏競技場に穴を開けたこと自分の口で言うか、それとも俺が？その話はやめよう。とにかく生き物がいない場所に着陸できたんだから問題ないって。半月間ボランティア活動の開拓の道を体験したくないならな。だから言わないでってば。俺たちはこの世界について何も知らない。一歩一歩慎重に進もう。大丈夫だよ、うちら3人で解決できないことなんてないって。あんたは性格を持ってて、うちには唯一無二の六層標がある。それから炭鉱はなんかよくわかんない不思議な過去を持ってる。うちらを相手にする人の方がかわいそうだよ。
こっちから面倒を起こさなきゃいいんだけど。それは保証できないかな。行こう。勇気を持って未知なる世界へと踏み出す。これぞ開拓の精神。行きましょう。はい、ということで、じゃあここで一旦区切りましょうか。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。